かいわれ大根って大根あれ多分もやしみたいにね、うん、あの発芽した部分を食べるんだと思う。じゃあもやしってなんだっけ、うん、もやしも大豆だっけ。もやしは大豆だよ、ね、大豆の芽だっけ。大豆だよ、ね、じゃあやっぱ食べ方の問題だね多分。えこれかいわれ大根どうなってるんだっけ。多分もやしみたいな食べ方が違うで種は同じな気がするんだよね。でもその辺の記事が出てこないな。あなるほどね。種の育て方の違いな気がするんだよな。この山の目の地域のこう役立つ情報発信を貝割れ大根とは。あでももう品種改良してて食べれないみたいね。あなんかあでももともとそうじゃないかな。そうなの貝割れ。品種改良で作られてるからならないみたいね。もともと普通の大根だったんだよね。貝割れ大根とカップヌードルとかをもうこれほぼほぼ呼びながらでいいんだけど、うん、しかもなんか貝割れ大根の日って会話ができたとか全然関係ないんだね。ね、9月に会合が開かれて18は18これでしょ。あそうなの、うん、これちょっと18やって。はあこれちょっと8見えんけど片手で表現するにはこれしかないね。18そういうこと、うん、すっげえ無理やり。あと18今日か、うん、今日今日あげないともうネタ古くなるこれ。今日あげない明日じゃもうない。明日じゃもうないよね。まずこれを先にあげて、はい、じゃあいいですか。特にこれ何のコーナーみたいなあるのかね。適当に適当に今日は何の日今日は何の人かみたいな。はい、はい、皆さんこんにちは。熊本在住の発信型グラドル山内ゆりです。はい、ってことで突然始まりましたこのコーナー、山内ゆりの今日は何の日ってことですね。はい、今日は何の日かを唐突に、皆さんにお知らせするコーナーとなります。今日は9月18日、今日は何の日かと検索してみますと、今日は、貝割れ大根の日ということです。貝割れ大根、皆さん最近食べましたか。丼の上なんかに乗っているあのちょっとちょっとしたやつですね。他に今日 何の日かなというと、日清食品が、世界初のカップ麺カップヌードルの発売。今日、1971年昭和46年の今日にですね、カップヌードルが発売された日となります。じゃじゃん、こちらもなかなかの大ニュースですね。9月18日。そして今日が誕生日の有名人は、中井貴一さん。中井貴一さんね、うん、ちょっと他はちょっとよくわからないわ。中井貴一さんが今日誕生日ということです。おめでとうございます。そして全国の9月18日生まれの皆さん、おめでとうございます。幸せな一年をお過ごしくださいませ。ということで、9月18日の今日は何の日でした。ありがとうございます。